北海帝国とは、クヌート大王が、イングランド王国、デンマーク王国、ノルウェー王国の三国の王に就いたことで11世紀前半に成立した国家連合である。北海帝国という用語は、バイキング時代末期の1013年から1042年のほとんどの期間における、その小王国の連合を指すために、歴史家によって用いられる。この短命な、ノース人支配の帝国は、 タラソクらしいでもあり、その構成要素たる領土は海によってのみ結ばれ、海に依存していた。英語圏では、アングロスカンディナビア帝国とも呼ばれる。三つの王国すべてを統合した、最初の王は、986年にデンマーク王、1000年にノルウェー王となっており、1013年にイングランド王国を征服した、すべに一斉であった。1014年のすべに一斉死後にその領土は、 分裂したが、息子のクヌート大王が1016年に、イングランド1018年に、デンマーク1028年に、ノルウェーを掌握した。1035年のクヌート死後に、ロードは再び分裂するも、デンマークの彼の息子、ハーデクヌーズが1040年に、イングランド王位を継承した。クヌートが3つの王国すべてを支配していた、その権力の最盛期には、彼は、 西ヨーロッパにおいて神聖ローマ皇帝に次ぐ権力を有していた。クヌートはデンマークオスベニッ一世の次男であった。イングランド侵攻中の1014年2月3日にイングランド南部でスベニッ一世が死亡した際、トレント側にて艦隊式を委任されていたクヌートはデーン人らに王として認められたが、侵攻作戦は崩壊した。 戦術的奇襲のために馬を供給することを約束していた隣人王国の人々はイングランド貴族らが以前に追放していたエゼルレッド2世を厳正さを緩和した統治に同意させた後に最速位させるまでの準備が整っていなかった。クヌートの2位ハーラル2世はデンマーク王となったがノルウェーのエイリク・ハーコナルソンの助力を得たクヌートは彼自身の新たな進行艦隊を創設し 1015年の夏にイングランドへ戻った。イングランド人は王とその息子たち、その他の貴族の間の陰謀によって分断された。4ヶ月以内にエゼルレッドの息子の一人はクヌートに忠誠を誓い王国の歴史的中心であるウェセックスを支配した。エゼルレッドはロンドンをめぐる決戦前の1016年4月23日に死亡した。ロンドン市民は エゼルレットの息子エドマンド2世を王に選んだ一方、ほとんどの貴族はサウサンプトンに集まりクヌートに忠誠を誓った。クヌートはロンドンを封鎖したが、補給のために撤退を余儀なくされ、オットフォードの戦いにてエドマンド2世に敗れた。しかし、デエンジンがエセックスに進行した後、エドマンドもアスサンランの戦いにて同様に敗れた。彼とクヌートは、 エドマンドがウェセックスを保持し、クヌートがテムズガ北のイングランド全土を支配下に置くことで合意に達した。しかし、1 0 1 6年11月30日にエドマンドが死亡したことで、クヌートはイングランド王となった。クヌートは以前、イングランド貴族のエルギフ・オブ・ノーサンプトンと結婚していたが、2017年の夏にエゼルレットの未亡人にエマ・オブ・ノーマンディーと結婚することで権力を、 固めた。1018年、彼は艦隊に給与を渡して解散させ、イングランド王として完全に認められた。しかし、およそ3000人の新衛兵の実は残し、彼らを養うために、現地民からデーゲルドを徴収した。クヌート一世1018年、または1019年、ハーラル二世は子を残さずに死去し、デンマークを空位にした。 死んだ兄の後継者であったクヌートは1019年にデンマークへ向かい、その王い継承を主張した。彼がデンマークにいた際は、不特定の危険を避けるために国外にいるという主観をイングランドの進化へ送り、イングランドへは初期の反乱鎮圧のために戻ったのみであった。デンマークの年代記によると、デーン人は以前、ハーラルを追放して、クヌートを支持するも、 クヌートが頻繁に不在になったためハーラルを連れ戻し、ついには兄の死後にクヌートが高級的に国王となったという。ノルウェー王オーラブ2世とスウェーデン王アーヌンド・ヤーコブはアングロサクソン人とデーン人の連合王国を脅威とみなしており、クヌートがイングランドにいたことを利用して1025年または1026年にデンマークを攻撃し、クヌートのデンマーク殺傷であった。 ウルフ伯爵と彼の兄弟もこれに加担した。クヌートはノルウェー艦隊に不意打ちをかけヘルゲアの戦いにてスウェーデン艦隊と交戦した。正確な結果は論争中だがクヌートが勝利したとされる。オーラブは退却しデンマークへの脅威は消失した。1027年、ウルフが以前のクリスマスを台無しにした罪を償うため、 そして皇帝としてのコンラート二世の戴冠式に出席し彼の支配者としての重要性を示すため、クヌートは神聖ローマ帝国に向かった。彼は北ヨーロッパからローマへ旅する巡礼者に課される通行料の緩和と彼らのパリウムを受け取るイングランドの大司教のための教皇の料金を確保した。彼はまたコンラート二世との関係を持ち始めたことで、 皇帝の息子ハインリヒ3世とクヌートの娘、グンヒルダの結婚や、それに先立つ皇帝へのシュレースビヒ公国を呼び、ゲルマン人がデーン人に対する干渉地帯として占領したヘーゼビュートアイダー川の間にあった古代デンマークの商業地の活動につながった。オーラブ2世がノルウェー全土に勢力を拡大していた頃、ジャール・エーリクはイングランドのクヌート陣営にいた。 オーラブへのクヌートの敵意は古く、エゼリュレットがオーラブの提供した艦隊にて、イングランドへ戻っていたことに遡る。1024年、クヌートは彼の家臣として、オーラブに、ノルウェーを支配させることを提案した。しかしヘルゲアの戦いの後、彼は、評判の良くない自身の統治を賄賂で台無しに、し始めており、1028年には50隻の艦船にて、ノルウェーを征服した。 デンマーク戦の大艦隊が彼に加わって、オーラブはオスルフィオルドへ撤退した一方、クヌートは海岸沿いに航海して各地に上陸し、地元の市長から中世の宣誓を受けた。最終的にニダロスのリングにて彼は王として認められ、オーラブは数ヶ月後にスウェーデンへと逃れた。オーラブは1030年にノルウェーへの帰還を図るもトロンハイム地域の人々に、 反発され、スティクレスタドの戦いにてクヌートと手を結んだ、ノルウェー豪族に敗れ討ち死にした。ヘルケアの戦いの後、クヌートは、イングランドやデンマーク、ノルウェーと共に、スウェーデンの一部も支配することを主張した。彼は、産業の中心地、シグトゥーナ、あるいは当時デンマークの一部であった、ルンドのいずれかにおいて、CNVT レックス SW の命が入った効果を、 鋳造させた。場所については、西方のイエータランドか、ブレイキンゲ地方ともされている。イングランドのルーン石碑の多くは、ウップランド地方に位置している。It was probably e ーオー e r o v e r l o は d ship or, ディスプテッドルール効果の鋳造を命じるために、クヌートがスウェーデンにいる必要はなく、彼がアイルランド島を支配したことを示す効果も、鋳造されており、 この時期のスウェーデンの歴史については極めて不正確である。クヌートあるいは彼の文書の見出しを書いた人物がスウェーデンの一部地域の王であると主張したことに加えて彼はベンド人から貢ぎ物を受け取りポーランド人と同盟を結んだ。1 0 2 2年、クヌートはウェセックスハク・ゴドウィンやウルフと共にヨムスボルグから支配した沿岸地域における自らの地位を確認するため、 艦隊を率いてバルト海を闘神した。ローマの大観式から帰庁した頃、クヌートは間もなく軍を率いてスコットランド王国に向かい、上級王のマルカム2世とその他二人の王を家臣とした。そのうちの一人、エツマルケイク・マック・ラグネルはガロウェイとマンシマを含む支配者であり、1036年にダブリン王国の君主となった。彼ら全員そしておそらくは、 ウェールズ人も、エゼルレットがデイエン人へ贈賄するために制定した、デーンエルドを模範として、クヌートへ奉納した。こうしてクヌートは、当時のイングランドオーラが主権を認めねばならなかった、ケルト人の小王国に対する支配を取り戻し、敵対するオーラ部を支持していた者らを処罰した。アイスランドのスカルト詩人アタースバーティによる詩では、クヌートを、デーン人、アイルランド人、 イングランド人そして諸島民の王としているが、おそらくその当時のクヌートはまだ、ノルウェーでの統治権を有していなかったため、そこは含まれていない。11世紀諸島までに、イングランド人は数世紀にわたりキリスト教徒となっていった。デーンローは、異教からキリスト教への移行期にあったものの、スカンディノビア諸国は依然として大半が異教徒であった。クヌートの父スベン一世は、 当初異教徒であったが、晩年はおおむねキリスト教徒であった。クヌートはイングランドにおいて、教会のご利益を熱心に宣伝し、この活動は、スカンディナビアの王が、それまで認めなかったヨーロッパのキリスト教徒の君主らからの指示を彼にもたらした。一方のルウェイでは、彼は教会を建てさせ聖職者に寛大かつ権威を表していたが、異教徒の主張とは同盟も結んだ。 そしてオーラブとは異なり、彼の権力が盤石になるまでは教会に利益をもたらす法律を制定しなかった。1017年初頭、おそらく通常の手段ではなく、征服権によって王となったため、クヌートはイングランドをスカンディナビアのモデルにて4つの国に分割した。ウェセックスはクヌートが直接統治し、協力者であったノッポのトルケルはイーストアングリア伯爵に、 エイリーク・ハーコナルソンはクヌートがすでに与えていたノーサンブリア伯爵の地位を保持し、エアドリック・ストレオナはマーシア伯爵となった。しかし、ストレオナについては1年以内に処刑された。1 0 1 8年、クヌートはウェセックスにて少なくとも2つの伯爵領を復活させ、オックスフォードでの会合において、彼の部下やイングランドの代表者らは、エドガー王の法律に基づいてクヌートが統治することに、 同意した。アングロサクソンシアのフランクス・テントンは、アングロサクソン年代記では、国外への頻繁な移動に研究していたことを除くと、クヌートの知性に関してはあまり語られておらず、クヌートがイングランドを強く支配していたことを示していると指摘する。クヌートの不在中、トルケルは、おそらく彼の摂政を務めていたとされるが、1021年に失脚し追放された。 2023年のデンマークでの調停の際には、サトコに出すため、息子たちを交換し、トルケルはデンマークにおける、クヌートの殺傷となったが、これは、トルケルが武力にて彼らに勝ったことを示唆している。しかし、スコットランドにて、イングランドの勢力を強化することにより、ノーサンブリア伯爵の位を守ることは、クヌートのもう一人の伯爵、ノーサンブリア伯爵ワードに託された。 1055年の彼の死亡時点には、彼は王ではなく、前世紀初頭に、ストラスクライド王国が併合した全領土の大君主であった。デーエム人が、クヌートの不在について、不平を述べることには、イングランド人よりも多くの理由があった。彼は主に、イングランドを支配しており、デンマークには殺傷を置いていた。彼はイングランドでの主任顧問としてのトルケルに代わって、 イングランド人のゴドウィンを置き、和解してから3年以内に、デンマークの摂政を、クヌートの妹の夫であるウルフに交代させた。ウルフは、クヌートとエマとの間の息子ハーデクヌーズの、後見人となった。しかしウルフは、忠誠心を書いており、まず、スウェーデンやノルウェーのオーラと共にクヌートに対する、陰謀を企て、貴族らにハーデクヌーズへの忠誠を誓わせ、権力闘争を仕掛けた。 クヌートは1026年のクリスマスにデンマークに戻ってウルフを殺すよう一族に命じ、彼はロスキレのトリニティ教会にて殺された。彼はその死を迎えるまでにイングランド人に助言したスカンディナビア人の派閥を完全に置き換えた。クヌートはノルウェーにて越年し、ジャール・エイリクの息子、ハーコン・エリクソンを摂政に据えたが、エリクソンは翌年の冬に歴史した。 クヌートはその公認として、エルギフトの間に設けた二人息子のうちの次男、スベイン・クヌートソンをエルギフと共に派遣した。オーラブの帰国が拒絶された際、スベインらはノルウェー南部にてて間を取らされたが、オーラブの知性人よりも人気を失っていった。独立性を重んじ、新たな貢ぎ物がデンマーク式であることに特に憤慨していた人々に、対してエルギフトはより厳しい規制と、 新たな税を課すことを試みた。クヌートはまた、彼の長男、ハーデクヌーズに、デンマークを引き渡す準備をしていた。ノルウェーで実権を握ったハーデクヌーズは、ニダロスで大法廷を開き、デンマーク王を宣言した。ステントンが指摘するように、別々の国で、別々の息子が後継者に任命されたことで、クヌートには、彼の死後も連合したままである北方の帝国を、 創設するという熟慮をされた意図がなかったことを示した。それは単にその民族らの慣習であったのかもしれない。いずれにせよ、彼の不在時に忠実かつ有能な殺生を見つけられなかった点が、クヌートの知性化を通じた帝国の弱点ということは明らかだった。彼の息子らも協力して統治を維持することはできなかった。田園1035年にクヌートが死ぬと、 北海帝国は、間もなく崩壊したが、実際にはノルウェーにおいてはすでに崩壊しつつあった。1033年の冬までに、スウェインとエルギフは人望を失っており、トロンハイムを離れることを余儀なくされた。1034年、スティクレスタドの戦いにてオーラブを撃退し殺害した、軍の指揮官は、王の忠実な支持者の一人と協力して、幼い息子マグヌス一世を、 ガルダリキから支配下に戻し、クヌートが死ぬ、数週間前の1035年は秋には、スベインとエルギフは国外へ出し、デンマークへ向かわねばならなかった。スベインは、その後まもなく死亡した。デンマークでは、ハーデクヌーズが、すでに王として統治していたが、ノルウェーのマグナスによる復讐を遂げるための侵攻の脅威があったため、彼は3年間自国から出れなかった。 その間イングランド貴族らは、ハーデクヌーズ派とその腹違いの兄ハロルド一世派に、分裂して、ハロルドを摂政にすることでの妥協を決意した。1037年末までに、エルギフは傭人らに、ハロルドへの忠誠を誓うよう説得し、彼は、イングランド王ハロルド一世として囲われた。ハーデクヌーズの母エマ女王は、フランドルへの避難を余儀なくされていた。ハーデクヌーズは、 彼のイボ兄からイングランドを奪取するための進行艦隊を準備したが、それが使用される前の1040年にハロルドは死亡した。その後ハーデク・ヌーズはデンマークと再統合してイングランド王となったが、この統合は王としての悪印象を広くもたらした。アングロサクソン年代記は彼について、在位中は国王らしいことは一切しなかったと記している。千四十二年六月、 クヌートの宮廷にいたデンマーク貴族の一人、トビの結婚披露宴にて、ハーデクヌーズは、酒を飲んで立ったまま突然死した。一見、彼の死は、北海帝国の終焉をもたらしたように見えるが、ノルウェー王となっていたマグヌスは、ハーデクヌーズと結んだ1040年の合意を利用して、デンマークを掌握し、イングランドへ侵攻して、小王国と帝国を再統一する計画を立てていた。 デンマークにおける権力強化において、彼はヨムスバイキングの中心地を破壊した直後に始まったデュルスコフヒースの戦いにて、ベンド人の侵攻を防いだ。それにより、すでに一世やクヌート大王の支配権を強めた、重要な政治的及び軍事的要素の一つを破壊したため、これは事実上自らの首を絞める行為であった、可能性もある。マグノスは1046年に、 スベン2世をデンマークから追放したが、1047年には、スベン2世と、トビハクシャクがデンマークから逆に、マグノスを追い出したことを、ブレーメンのアタムが簡潔に言及している。これについては、1047年にマグノスとの戦闘を、支援するために50隻の船の増援を、スベン2世がイングランドに依頼したと記述している、同時代のアングロサクソン年代記によって、確認されている。 スベン2世の母親はスベン1世の娘であることから彼はスコーネにてデンマーク王に選ばれエストリズ戦朝を開いたスベン2世はマグヌスをデンマークから追放して大虐殺によってデンマーク入りしデンジンラは多額の金銭を支払い国王,王として認めたマグヌスは同じ1047年に死亡した同訓連合としての北海帝国はヨーロッパ市において 短期間に終わったが、デーン人はイングランドにおいて、東部のデーン道と呼ばれる地域に対し監修法や方言などの面で構成に及ぶ大きな影響を残した。イングランド語にも、デーン人の言語であるコノルド語の語彙が多数残ったと言われる。ありがとうございます。